ムで、今私はですね、バーチャファイターの生産地セガ AM2県に来てるわけなんですけれどもね、もちろんセガサターン版のバーチャファイターもこちらで制作されたんです。こちらがですね、その大仕事を達成された岡安啓司です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、いろんなメイキングの映像を見せていただきながらですね、この苦労話などを聞きたいと思うんですが、はい、まずですね、オリジナルのバーチャについて、はい、岡安さんはどのような形で携われたんですか？そうですね、私は最初から関わったわけじゃなくてですね、途中から参加させてもらったんですけれども。そうなんですか。最初のこう、はい、第一印象みたいなのって、最初はダンボールの人形みたいのがなんか2体ガチャガチャ動いてて何なんだろう、これは一体何だろうと思ったんですけど、最初はじゃあやっぱり あんまりこう作り込まないものを動かしたと。そう、最初はやっぱり動きの方を中心に作っていって、しばらくの間その人形は段ボールのままで、アートの方になってから徐々にこれを増やして、動きがもうこれでいいぞというふうになってから CG を作ると、そうですね。バーチャとか結構CG がねすごく綺麗なゲームだって評価される方が多いんですけれども、はい、実は褒められてないその動きのところの方が制作的には苦労が多かったということですね。はい、それでいよいよこう移植が決まったわけですよね。はい、その移植決まった時のこの心構えというか気持ちというのはどうでした？そうですね、移植発表された時点で、一般の方々からかなりお手紙とかおはがきとかいただきまして、でその人たちやっぱりファンなんですよ、かなりの。ああ、マニアですね。それでやっぱり下手なものを作ったら許しちゃおかないみたいななんか脅しみたいなのが結構ありましたから、プレッシャー的にはすごい大きかったですね。移植作業も、はい、やっぱりオリジナルと同じようにこうハリボテから作っていって、そうです、最初は16ポリゴンぐらいしか出さないで動きの方を中心に作って、で動きがある程度見えてから徐々にポリゴン化して、今年の春ぐらいからだん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 その辺 のゲームの進化していくありさまが雑誌にこう載ってきましたよね。そうですね、でここまでどんどん良くなっちゃうのかなみたいなそうですか。でいよいよ、ね、こう発売になってですね、もうその完成度すごく今評価されてると思うんですが、はい、そのアーケードの作り方と同じように作りたとはいえ、こう家庭用ならではのフューチャーもたくさん用意されてますよね。そうですね、その中で一番特徴的なのが段位認定モードってやつ。段位ですね、はい、はい、これはプレイした方がどの程度の腕前なのかをこう評価してくれるというシステムなんですけれど、はい、普通にパンチとかキックだけで勝っちゃうとちょっと低い評価しか得られないんですよ。やっぱり美しく勝つというのはあれの場合重要なんですか？そうですね、難しい投げとかをたくさん使っていただくとだんだん自分が3段4段と高いレベルの段位もらえるようになるんですけれど、なんかまだまだこうやり込めそうな気がして楽しいですね。では最後になりますけれども、こうセガサターンというマシンをこう触ってみてですね、はい、マシンとしてのこう印象はいかがでしたか？そうですね、やはり最初に作ったってことがあるんですけれど、苦労はすごいたくさんあったんですよ。というのはやはりそのサターンを使ってゲームを作った人っていうのは当然ながら初めてなんでいないわけですから、何か難しいことでわからないところとかあっても聞く人がいなかったというのがやっぱ一番の苦労なんですけれど、ただ今回一応アーケード版のバーチャファイターからの移植ということなんで、たくさん持ってる機能の中でもう使ってない機能がたくさんあるんですよ。 あえて使わなかったと、そうですね、削り落としたと。だからその機能を使っていけばこれからもたくさんどんどん面白いゲームがいっぱいできると思います。まだまだいろんなゲームができそうです。ぜひこれからも面白いゲームを作っててくださいね。はい、ありがとうございます。はい、岡安さんでした。はい、今日はもう一つ特別ニュースがありますよ。護送車から降り立ったこの囚人服の男たちの正体は、そして厳重な警備のもと一体何が行われたのか。答えはこれです。ソニック&ナックルズ世界大会ロック・ザ・ロック。はい、ソニック&ナックルズの世界大会が難攻不落の刑務所と言われたあのアルカトラーズ刑務所跡で行われたんですね。参加者はアメリカ、ヨーロッパ、カナダ、ブラジル、そして日本で行われた予選を勝ち抜いてきた25名。代表者はですね、アルカトラーズ刑務所ということで、囚人服で護送されて会場入りしたわけですね。日本予選はですね、9月23日、ジョイポリスで行われました。並みいる強豪を打ち破って見事囚人服を着ることになったのは、この人、ゲーム雑誌のライターをしている小林さんです。優勝賞金の2万5000ドルを手中にするのは誰だ。決勝大会は異常なほどの盛り上がりを見せる中、トーナメント方式で競われました。そしていよいよ決勝戦です。栄光のソニックナンバーワンは地元サンフランシスコのフリス君に決定。見事2万5000ドルを手中にしました。
これからもこのコーナーではいろんなニュースをレポートしていきます。どうも渡辺です。今日はですねセガ本社の CS 一軒というところに来てるんですけれどもね、セガサターンのすごい機能を生かしきったあのゲームパンツァードラグーンのプロデューサーのですね近藤さんにお話を聞きたいと思います。近藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あのねユーザーの方々やっぱりですね雑誌とかいろんなところで見てですねあのすごい3次元コンピュータグラフィックスにですね皆さん驚いてるみたいなんですけど、はい、あんだけの3次元の世界を作るのってやっぱりすごい苦労があったと思うんですが、はい、そうですね、いかがですか。やはり今までのゲームは 2D のゲームがほとんどでしたし、まあ、私が作ってきたのもそうなんですけども、まあ、その中で 2D から 3D というもう全然パラダイムが全然違いますから、ですからそのゲームの使用書の書き方一つとってももう全然今までのやり方は通用しないという。そうですよね。ちょっと我々素人考えでですね、こう前にも後ろにも横にも世界があるところどうやって紙の上で書いたりのか分かんないですよね。はい、今までのゲームでしたら、まあ実際こういう画面にこのぐらいの大きさのものを表示したいというのであれば、まあこのままこれを書き出して画面そのまま書けばよかったですね。絵コンテみたいにね。はい、ですけども 3D ですと、まあ実際自分のいろんなもう周りにいろんなところにものがあったり、まあ、どのぐらいの距離であるのかっていう、さらにそれが時間軸で進んでますので、紙に書けない部分っていうのが出てきてしまいます。なるほどね。なんかいろいろこうマップの作り方なんかも変わった作り方をされてるそうなんですけど、はいはい、まあ、ここにマップがありますけども、まあ、これ無理やりもう上から見た図をマップに書いてみたっていう地形がありますんで、ある程度の形を想像できる形、まあ、プレイヤーが例えばここの地点にいるときに、あ、ここにじゃあ敵を出しましょうと、でその後こういうふうな軌跡で動きましょうと。なるほど。この後あの距離とあと秒数書いてあって、はい、何秒後にどの辺にいてその時敵かっていうのは位置関係まで分かるんですね。そうですね。ドラゴンがこう一定スピードで進んでますんで、まあ、ここの時点に来た時はじゃあこの辺にいますと。これでやっぱり絵にしたらやっぱり想像と違ったみたいなこともいろいろありますか。全く、最初に出したものは全然想像とは違うっていう。例えばどういうことですかね。特に、まあ、この話もありましたけども、まずやっぱ大きさが想像できないということですね。見た目の大きさ実際、まあ、指定する場合はメートルで200メートルの距離っていうふうに指定するしかないんですけども、じゃあそこでじゃあ100メートルの物体が何メートルに果たして画面上で、まあ、どのぐらいの大きさで見えるだろうかっていうのはもう出してみないとわからない。あ、で出してみてもやっぱりちょっとイメージじゃなかったってのありますか。そうですね、はい、ゲームにしなきゃいけないですから、もう仮にそれが実際の本当の大きさであったとしても小さすぎてはゲームにならないわけですね。狙えないですから。実際それぐらいに見えてもなんかちっちゃくて迫力がなかったりすることがある、はいはい、ねえ。ですから、まあ、無理やりそういった場合はプレイヤーに近づけてみたりとか、 あえてこう本当に見えるものよりも大きく見せちゃったりとか、はい、そうですね。演出上、まあ、無理やり見せている、無理やりゲームに、なんかその辺で3次元ゲームなりのこう今までのギミックが使えない分新しいギミックがね、はい、そうですね。 3D なりのまた違ったそういうノウハウっていうものが、なんか新しいゲームの世界に新しいテクノロジーが現れるような気がしますね、はい、でどうも興味深い話ありがとうございました。パンツァードラグーンのプロデューサーの近藤さんでした。このパンツァードラグーンを発売前に体験できる CD ロムのプレゼントキャンペーンをやってるそうですよ。合計3万名様に当たっちゃうという太っ腹の企画だそうです。詳しくは店頭で聞いてください。今日はもう一つアーケードゲームの情報があります。セガラリーチャンピオンシップ、セガの最新レーシングゲームですね。これを紹介します。バーチャレーシングテイクの USA と来ましてですね、今度はサーキットを飛び出した迫力満点のラリーです。グラフィックスはもちろん一連の流れを組んでテキスチャーマッピングを施したフルポリゴン CG になってます。またこのセガラリーではですね、ランチャーとトヨタの協力によりまして、なんと本物のラリーカーを CG 化してるんですね。ファン憧れの車が続々と登場しますよ。またね、このエンジン音聞いてください。これが非常にいいですね。これも実写からサンプリングしているそうなんです。本当にすごいゲームですよね。待ち遠しいですね。それではまた来月。渡辺でした。セガビデオマガジンのご感想やご意見を完成ハガキに書いて送ってください。抽選で10名の方にパンツァードラグーン先行体験 CD ロムをプレゼントします。ご応募お待ちしています。
どうも渡辺です、セガラリーチャンピオンシップがですねいよいよセガスタン版で登場することになりました。そこで今日はですねこちらに2人のゲストをお迎えしてお話を伺いたいと思います。まずこちらの私の隣に座ってらっしゃるのがですねセガラリーのアーケード版つまりオリジナルの制作から手掛けられてきた AM3 研の水口哲也さんです。よろしくお願いします。そしてそのお隣にいらっしゃるのがですねその水口さんと一緒に今そのセガスタン版に取り組まれているコンシューマーソフト研究開発部の服部隆一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速なんですけれどもあのセガスタン版が今現在どのようなですねあのコラボレーションで制作されているかそれの話からお尋ねしたいんですけれども、まずもともとアーケードは、アミューズメントチームというか、AM というマジックになっている、私は三軒にいるんですけども、その中で作ってで、それが終わって、そのサターンの話が出ましてで、それでどこで作ろうかって考えた時にやっぱりその、アーケードならではの遊びはやっぱアーケードのチームが強くてで家庭ならではの遊びを作るにはやっぱりコンシューマーのチームってやりたいなってのがあったんですね。でそれでたまたま服部君の方がちょっと時期的に空いてまして、で彼はいろいろとレーシングゲーム特にポリゴンなんかでも非常に得意で、実力もあるんで、じゃあこれはもう一緒にやろうということで。オリジナルのいいところでここは絶対残したかったっていうところってどこですか水口さん。やっぱりメインプログラマーの山本壮平さんが作ったその車の走行性能を、いいところをね家庭のそのパッドでも十分楽しめるものをやっぱりその作りたい、要するに絵のフィーリングと走行性能のフィーリングは持ちつつですね、そのまま行くわけにはやっぱいかないんで、その辺なんか服部君が一番考えて、サタン版でアレンジしたところだと思うんですけど、そうでしょう。その辺のアレンジの話いきましょうか。いかがですか。病棟の方は秒間60フレームで動いてるんですけど、絵のクオリティと動き両方を保つためにっていうんですか、その辺のどのぐらいのバランスを取っていくのかっていうのはすごい難しいんですけど、一応今度サタン版では秒間30フレームにしまして、ある程度のクオリティも上げまして、動きも大体保つというようなことを考えながら、動きとか絵のダイナミズム、アーケードになったダイナミズムをそのアーケードケースも割と活かしながらですよね。そうですね、あとそのアーケードにないようなフィーチャーってあるんですか。より長く遊んでもらえるように家庭用ってことなんで、タイムアタックのモードだとか、この区間タイムとかきっちり計測できるような形にしたり、 あと自分の走りを後で見れるリプレイモードとかも考えてます。その辺はじゃあ今じわじわとできつつあるみたいな。そうですね、他には何かありますか。そうですね、今服部君が言ったタイムアタックの他に、業務でできなかったことでやりたかったことはいくつかあるんですけど、まずそのマシンのセッティングをできるようにしたい。例えばその、足回りをこういうふうにいじるとこういう挙動になるよっていうのも、そういうゲーム今までいくつかありますけど、それ本当に分かりやすくですね、やっぱりもう車っていうのはこういう順番こう走るんだっていうのが、その分かるような感じ、もっとリアリティが欲しいなっていうのと、あとはちょっと新しいマシンをね1台追加する方向で考えてす。すごい情報ですねこれはね、でちょっとそのマシンは何かってまだお教えできないんですけど、誰がラリーが好きな方とかね車が好きな方だったら、言っていただけるなんだと思うんですけどね、今一生懸命お話ししてます、おそらく多分大丈夫と思います。じゃあ期待したいですね、はい、それでは最後にですね服部さんの方からこの作品についてセガスタン版セガラリーについてですね、自信のほどです、ファンの皆さんに向けて一言どうぞ。私も3年間レースゲームばかり結構作ってきたんですけど、バーチャレーシング16ビット版とあと 32X のデラックス、あれは服部さんの作品ですよね。見せ場良かったですね、あの作品ね、でその中でもやっぱり一番今まででいい出来だなと自分でも思うんで、楽しみにしててください。期待したいですね。じゃあもう一踏ん張りお二人、完成まで頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。